はい、皆さんこんにちは。どうも佐藤さんも一杯57回目です。よろしくお願いします。配信日の10月8日はすでに日照ホールイベントも終わっているということで、はい、今これを収録している現在は、まあ26日のイベント直前なんで半袖です。さすがに多分来月の配信からは佐藤にも袖がつくんじゃないですか、多分。まだね、袖のある服着てもどうせまくっちゃうと思うんですよ、私。なもんでまだちょっと T シャツなんですけどね、今そんな感じです。で、11月15日の報告会の告知の動画を先日ツイッターにアップしたっつってんですけど、告知しかやれ佐藤が、打ち上げられた砂浜に打ち上げられた棒切れを持ってこう何かしら書いてる、書き順違うじゃねえかってご指摘を受けたんですけど、すいませんもう読めもしなかったかな。一応もう一杯って書いたんだけどね。はい、まあどこに行ったかはこの後の今日のお供でみたいな感じで、今日はね、カノスケ、ニューボーン、すげえおしゃれっすよ、瓶ほらこれカノスケニューボーン、こちら前回のムーングローは富山のウイスキーだったんですけど、今日のカノスケは鹿児島のウイスキーなんですね。また鹿児島行きてえな、いいとこだったな本当にね。みんなとご飯食べたのも楽しかったしさ、またやりてえやな本当。常々思っていますけどもね、私は。よいしょよいしょよいしょ、氷溶けちまって水割りだなもうこれ。水割りをください。はい、乾杯何事もなかったかのように。あ、濃かった、すげえ濃かった、びっくりした。今氷溶けてるからいいべと思ったらすっげえ濃かった。これ 57% もあんの、すっげえな、カノスケ燃えるようだぜ食堂がよもうダメだ、今日はもう一杯目からそうだわりだ、酔っちゃう話はもう一件でやるんで見てください。ダメだ、もう今日この後2本取んなきゃいけないんだから、もう一件も込みで、まずいよこれは。美味しいけどまずい。うわーでもまだ強いな、うん、おーこれはあれだ、お供の静岡のやつだーん。 DHA カツオパワー、頑張れバリカツオくん、静岡限定、静岡です、静岡焼津生まれカツオ節使用、静岡お土産編ってなんか漫画書いてるんですよここに、よく反射してわかんないでしょうけど、静岡土産のおやつ、おつまみといったらお茶、黒はんぺん、フルーツがありつつもやっぱりこれでしょ、じゃーん、バリカツオくん、バリバリうまい、バリバリうまい、ついつい食べ過ぎちゃう美味しさ、あ、食べ過ぎたっつってバリカツオくん半分なくなってんですよ、これピント合うかな、気になった人はちょっとネットで、焼津港で水揚げされたカツオ使用、カツオの DHA と EPA を含有、静岡のお土産にぴったり、手で食べるカツオ節チップ。 QR コードを読み込むと待ち受け画像や着メロ、 LINE スタンプがあるよ、いろいろ手広くやってんな、バリカツオくん。俺も LINE スタンプ作りてえな、なんかない、みんなアイディア、 LINE スタンプなんかこう、うまい、バリアカツオくんうまい、ピーナッツも結構入ってる、シーラックさんという会社さんが作ってらっしゃるそうです
うまい。これはいい。あの知っている人は知っている、あの佐藤の LINE 奇世界はあるんですよ今。あれも何年前だ。3年じゃ多分聞かないよね。 2,3 年前からね作りましたね。あるんですけど LINE スタンプはまだないんですよ。作ろうかな。いやー4時間しか寝てないみたいなやつ。ええ、三沢さんですね。僕ね三沢さん大好きなんですよ。なんかすごく刺さる佐藤には。うん、ガッテン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 みたいな。ああいう感じの佐藤のスタンプあったら皆さん使えますか。どうですか。ちょっとちょいうざ系のナルシズムなあのスタンプ佐藤の。ドックだと思ったらすごい濃い水割り。なんか違うな。なんかそういう感じのラインスタンプあったら使います？ご意見お待ちしてます。はい。じゃあね、あのメールを読めばきっとそのうちにお酒も薄くなるであろう説を信じてメールを読みます。はい、みゆきさんからいただきました。ありがとうございます。今日はね、あの9月5日のね、年男イベントの感想をね中心に読んでいこうと思いますよ。年男イベントお疲れ様でした。寮部参加させていただきました。ありがとうございます。コロナ禍の中、今回も様々な対策をしていただき、最後まで楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございました。こちらこそ。今回はサイリウムを使ったコーナーで佐藤さんと一緒に遊ばせていただけて、声が出せない状況でもこういったことができるんだなぁと考えてくださった佐藤さんやスタッフさんに感謝しかありません。ご協力ありがとうございます。朗読劇も、昼夜ともにフローイングで遥香さんが仙台や松島を旅している様子を聞けて風景が思い浮かぶようでした。昼の部で佐藤さんを彷彿とさせる青年が遥香さんに山本町の魅力を語っているのを聞いて、遥香さんもきっと行くであろう山本町に行ってきました。すごい、あんな遠いところに。ありがとうございます。あまり時間は取れなかったのですが、遥香さんにおすすめしていたいちごのカレー食べてきました。インパクト大で、食べた後にいちごの酸味が来るのが体験したことがない味で美味しかったです。よかった。短い滞在時間ながらも佐藤さんの歌を聴きながらのんびり歩いたりして、とてもいい時間を過ごせました。またコロナが落ち着いたら佐藤さんをゆかりの地をお旅したいと思います。ということで、いや常磐線でね、山本町なんて常磐線で行ったら、あ、在来線ですよ、在来線で行ったらもう40分ぐらいかかりますからね。そこそこの長旅だったと思うんですけども、いやありがとうございます、訪れてくださって。さしてこの何か特色があるような町ではないんですが、すごく住みやすくて僕は大好きなふるさとなんですよ。だいぶ景色は変わりましたがね。まあそれでも地元の人たちがね、いちごをはじめホタテだったり、ホタテじゃねえや、ホッキだったりとか、地元の産物をねこうアピールしているのを見ると、めちゃめちゃこう僕も頑張らなきゃなって思うし、励みになるんですよ。そんな地のものをね食べてくださった方がいるというのは本当にありがたいことで、そうね、本当にいろいろ落ち着いて皆さんにね遊びに来てもらいたいですね。僕の地元にね、仙台もそうなんですけど、はい。続きましては京香さんからいただきました。ありがとうございます。一つご相談がありメールさせていただきました。年男イベントに参加し、ジェスチャーゲームのコーナーすごく楽しかったのですが、自分が推しの目に映ってると思うと嬉しくも恥ずかしくて、でもゲームには参加したかったので、すごく小さい動きでしかジェスチャーできませんでした。周りの皆さんのおかげで正解まで導いてもらえたのでよかったのですが、今後またジェスチャーゲームなどのコーナーがあった時、私は今のまま控えめなジェスチャーでいいのでしょうか。推しには見てもらいたいけど恥ずかしいこのジレンマに答えをください。いやもうあのいいんすよ、ジェスチャーの大きい小さいはもうその人のやりたい範囲でやってもらって構いません。
ああいうのはなんつうんですか、こう皆さんね、大体まあ今回は100人前後ですかの方にお越しいただいたんですけども、この皆さんのこのジェスチャーをこう集めてね、合わせ技一本みたいなところがあるんで、いいですいいです、いろんなジェスチャーがあっていいじゃないですか。あの人によってね、違うと思うんですよ、着眼点が、ジェスチャーのね、うん、だからね、いいんです、もうそこに参加してくれるということが、何よりも変えがたい尊いことだと私思いますんでね、いいんですいいんです、もう気になさらずご自身のできる範囲でやってください、いろいろ、はい、ありがとうございます。続きましてはカズラさんからいただきました、ありがとうございます。佐藤さんこんにちは。こんにちは。年男イベント両部参加させていただきました、ありがとうございます。昼の部で佐藤さんが登場した際、スーツスーツだ素敵と心の中で悲鳴を上げていたのですが、夜の部もスーツ、しかも黒シャツもネクタイも黒、髪型もめちゃくちゃかっこよくスタイリングされていて、しばらく息ができませんでした。控えめに言って神作画でした、ありがとうございました。よかったですね、神作画って言われてますよ、メイクさん神作画ですって。いやー今日一緒なんですけど、いつもと、ありがとうございます、どうもどうも、そうなんですよ、いつもねやってくださっていて、イベントで、仙台駅がだいぶ変わったとおっしゃっていましたが、私も学生時代に地元山形から仙台に通っており、約10年ぶりの仙台でしたので、あまりの変わりように驚きました。もうほんとそう、東口どうした、駐輪場と電気屋さんしかなかったんだぜ昔は、本当にいろんなお店できちゃってびっくり、学生時代何度も通ったアニメイトも移転していて、今はもう魚臭いアニメイトではなくなってしまったんですね。そうなんですよ、そうなの、昔はね、もうアメ横にあったんですよ、仙台の、仙台にもアメ横ってあるんですけど、そこのね、魚屋さんとかが入ってるところの上にあったんですよ、2階かなあれはね、うん、にあったんで、やっぱねこう独特のスメルがありましたね、現場にはね。そうなんです、懐かしいな、初めて俺がジーガンの VHS を注文したのもあそこでしたね、めっちゃラミカもらいました当時、ラミネートカードあぐなぜだ、すごくダメージを受けた自分で言ってて痛い、なぜかあの時はそうだな、いや女神候補生とかだったわ、ラミカ痛い痛い、黄色いねポイントカードだったんですよ、そうそうそう。でね、まだ僕はそんなに今ほどこのアニメのコンテンツに深くこの没頭してなかったもんですから、当時そうね、ルローニケンシンかな、ルローニケンシンの確か、下敷きだかクリアファイルが売ってたんですよね、店頭に。それをお買い求めに来たお嬢さんが、うわーこの謙信の目やだって言ってて、えどれも日村謙信ではないのかみたいな、作画さんによってこの微妙にこのタッチが違うということを当時は知らなくてですね、えどれも一緒じゃないんですかみたいな、こう素朴な疑問を、持った記憶が今蘇ってきました。今はね、あこれ誰々さんだなみたいな、あこれ誰々さんのやつだなみたいな、それぞれの良さがね分かってきたんですけど、当時はやっぱりお、そういうとこもいるんだな、アニメ好きな人はみたいなことで、ね、衝撃を受けた覚えがありますねもうラミカでだいぶ食らってしまったんですが、まだ続きありまして、私が学生の頃も伊達政宗公の像が仙台駅にあったので、伊達前集合が懐かしすぎてめちゃくちゃ笑ってしまいました。某筆頭の選挙ポスターもありましたね、あのコラボは本当に驚きでした。両部ともとても楽しかったのですが、一番印象に残っているのは夜の部のジェスチャーゲームです。印象に残っているというか、新幹線というお題で全力で新幹線をやったんですけど、佐藤さんにめちゃくちゃ突っ込まれ、さらに帰りに仙台駅でお菓子を買っていたら、前に並んでいたお姉さんに昼の部隣でしたよねとお声掛けをいただき、
その方のお友達から最前線で、あ、最前列で新幹線やってた人ですよねと認識されとる。まさか推しのイベントで爪当てを残すことになろうとは思いませんでした。新幹線をやった時ペンラを赤にしていたので、はやぶさカラーにしていればもっと分かりやすかったかなと帰りの新幹線で一人反省会をしたのですが、そこまで考えてくれたんだね。小町カラーになっちゃったね。次回またジェスチャーゲームがあればもっとできる気がするので、いつかもう一度やっていただきたいです。楽しい時間を本当に本当にありがとうございました。こういう人もいんのよ。だからいいの、みんな違ってみんないいっすよ。あの人によってジェスチャーのその度合いは違って、やっぱあれですよね、昨今その今客席の両隣とか前後空いてるじゃないですか。当日僕も壇上で行ったんですけど、そうするとやっぱりこの一人に目線が行きやすくなるんですよね、皆さんの一人一人に。だからお客さんとしてもあるんでしょうね、あの人すっごいペンライト振ってすっごい新幹線やってるみたいな。いいじゃないですか、そこからなんかこうね、お友達になってくれても構いやしませんしね。いいんすよいいんすよ、なんかこう新しい楽しみ方が生まれていいんじゃないかなと私思います。はい、でまだこれ水割りはあるんですけど、まだ全然残ってないですけど、時間があれみたいなんでそろそろ締めます。ゆっくり飲んでから、10月の配信分58回目をこれから撮りたいと思います。とりあえずひとまず本日はここまでです。おやすみなさーい。